高ン川の流域高ン川は、メコン川の分流の一つ。ベトナムのビンドン省、チャービン省、ベンチェ省を流れる。メコンの本流である、全港は、ビンドン市付近、ミートアン橋の約 2km 下流で2つに分岐する。その南側の流れが高ン川である。川は、北西から南東へと流れ、クンハウ川口と高ン川口の2カ所から、南シナ海へと注ぐ。 高ン川口への流れは、ベンチェ省本土といくつかの島の間を、クンハウ川口への流れは、ベンチェ省の島々とチャービン省の間を流れる。流域は、約8 2トルに及び、ベンチェ省とビンドン省及び、ベンチェ省とチャービン省の境界線を形作る。流域には、多くの島があり、チェン島、ユン島、ロン島などの小島は、ベンチェ省に、上流の大きな中洲は、 ビンロン省に、下流の大きな中州は、チャービン省に属する。川口付近の岸辺の多くは、マングローブ林となっている。水位は、雨季と寒季、また満潮と寒潮で大きく潮位の影響を受ける。ミートアン橋の下流には長らく橋が架けられておらず、物流、交通は渡し船によって行われていたが、2015年5月16日、コーチェン橋が開通し、 ベンチェーショーとチャービン将間の交通は大きく改善された。高ンの名前の由来は18世紀末の歴史的事件に由来するという説がある。1785年、ラックガムイコールその戦いに敗れた元副へは船を使って南方に逃れたが、その際に西山軍の追撃を受け、慌て二メーター挙句に人大湖とドラを川に落としてしまった。この事件によって、 人々はこの川を、高尖と呼んだと言われる。デタング、ウィンウィントゥウィン VNPH、エトールディオ LCCTNHV や、TH や NHPH、ビットナム、H やノイ、ニャースワット BN ディ d c p 百四エアン九千三百四十九億八千六十三万九千百八十四タングジカオシーチエンノイドイ B TR ア BN トレ、 2015年6月23日閲覧。ソングシーチエーン、ベイバックマシン。ありがとうございます。